テレビ、東京ホールディングステレビ、東京株式会社テレビ東京は、テレビ、東京ホールディングスの連結市会社で、関東広域県を放送対象地域として、テレビジョン放送事業を行う、特定地上機関放送事業者。TXN ネットワークのキー局である。略称はテレ東。呼び出し符号は、JOTXDTV。リモコンキー ID は、7。 日本のアナログテレビ放送で、親局の周波数が、VHF で開局した最後の放送局であり、これ以後に開局した民放局の親局はすべて UHF であった。出展財団法人日本科学技術振興財団が、もともとの免許人であった。当時の親局チャンネルである VHF12 チャンネルは、在日米軍が、レーダー用に使用していた、周波数帯であり、 角田知恵がアメリカへ単身で返還を要望しに行き、それによって新規テレビ局チャンネルとして開局したと言われている。角田は財団とも関わっており、すぐに認可された。12CH は返還直後の1959年から NHK 教育テレビジョンに使用開始され、全国的には NHK 教育テレビで多く使用されたほか、 1962年に開局した、広島県の広島テレビ放送や宮城県の仙台放送の地上アナログ放送の親局にも十二、CH が使用された。チャンネルの変換後、同チャンネルを使ったテレビ放送の免許をめぐっては、本財団以外に、ラジオ関東、千代田テレビ、中央教育放送、日本電波等などが名乗りを上げたと言われているが、 もともと本財団の設立には、勝力松太郎、中曽根康弘、石川一郎、上村光五郎など、政財界の大物が多数絡んでいたこともあり、最終的に財団に対し免許が交付されることとなった。免許交付を受け、財団は部署を立ち上げ、1964年4月12日に開局。科学テレビ東京12チャンネルテレビという愛称を、 つけた国からは、科学技術教育番組60%、一般教養番組15%、教養、報道番組25%を放送するという条件が出されていたため、娯楽性のある番組はないに等しかった。ちなみに、この頃、関東地方では 12CH が映らないテレビも多かったため、アンテナがあっても受信できないという事態が発生した。 先に開局した教育番組専門局である日本教育テレビと異なり旧東京12チャンネルは1964年に財団が母体となって設立された科学技術学園工業高等学校の授業放送をメインとして行う教育番組専門局として開局し民放でありながら CM を流さなかった放送局として運営された科学テレビは 毎月数千万円の赤字を出していたため、1965年6月には、角田に代わり、元日三生命保険社長の藤本テルオが、理事に就任し大幅な人員整理を断行。この頃、NHK が、財団のテレビ部門を吸収し、テレビ3チャンネル体制を構築するという話が、進められていたため、NHK と合併するのなら、営業部門は、 不要との判断から営業部の大リストラが行われ、実に営業部門の人員の75%が退職に追い込まれた。1966年にはそのために必要な放送法の改正案が国会に提出されたが、審議未了で廃案となり、結局この合併話も流れてしまった。NHK との合併話が白紙に戻った結果、 1966年4月から規模を大幅に縮小するとともに平日及び土曜日の放送時間も10時から11時半の1時間半と夕方引くプライムタイム前半にあたる17時から21時の4時間の計5時間半のみに短縮された。その後、財団形式では経営などに無理があったため、1967年2月には、 他の在京テレビ局が科学テレビ協力委員会を発足させ、日本テレビから徳光久夫、TBS から鈴木康夫、富士テレビから田村玄太郎、ネットから遠藤二郎と大内修二郎が協力委員として派遣された。それらの協力を得て、1967年4月から日中とゴールデンタイム後半以降引く深夜、時間帯の放送を再開した。そのため、 当然ながら他の民放と同様に一般的な番組や CM を流すようになった。科学テレビ協力委員会は1968年6月で廃止され、1968年7月に財団テレビ事業本部の番組制作を目的とした株式会社東京12チャンネルプロダクションが設立された。この時、水面下では大阪の毎日放送が 東京12チャンネルプロダクションの経営に乗り出していたことから毎日放送が東京12チャンネルプロダクションを買収するといった話が進められていたと言われていた実際毎日放送社長の高橋晋三は東京12チャンネルプロダクションを買収して TX の放送免許を日本科学技術振興財団から譲り受け東京12チャンネルを首都圏 第五の民放局、東京毎日放送に衣替えして、MBS テレビを、キー局とする、新たなネットワークの実現に向け奔走していたからの、ネットワーク離脱も画策していた。しかし、時の内閣総理大臣である、佐藤栄作や自民党幹事長の田中角栄らを、中心とした。 郵政族議員や郵政大臣出身者、郵政事務次官の浅野健清氏などの郵政省官僚、長年展開賞を格索していた毎日、新聞社会長の田中かなえや TBS 社長で、民放連会長の今道純造が猛反発したため、これらの買収計画はいずれも頓挫した。結局、1969年11月に再三に、 渡る財界からの要請を受ける形で、日本経済新聞社が、東京12チャンネルプロダクションの経営を引き受け、正式に参加。科学テレビをグループの電波媒体として、朝日新聞社もこの動きに同調した。それまで、東京12チャンネルは、朝日新聞社と報道提携を結んでおり、同局の報道一切は、朝日新聞社が制作していて、また同社は、 日本科学技術振興財団の財団祭も保有していた。一方日本経済新聞社は当時、朝日新聞社が経営に乗り出していた日本、教育テレビにも出資していたが、この後1974年2月に、この出資分を朝日新聞社と大文社が接半して買い取って、両局の新聞資本が整理された。なお、テレビ東京とその系列局はその後も、 ホロニックパス、テクノピア、パソコンサンデーなどの科学技術番組を送り出している。1973年10月1日、株式会社東京12チャンネルは経営及び放送事業を財団より譲り受け、財団は部署の生産に取り掛かり、科学テレビは10月31日に幕を閉じた。翌11月1日に免許も教育局から総合放送局に移行した。 この後、他のキー局のように、地方系列局を持っていないハンディを克服するため、近畿、中京圏の独立放送局への番組販売を展開するようになる。主な対象局は、兵庫県のサンテレビ、滋賀県のビワコ放送、京都府の近畿放送、岐阜県の岐阜放送などである。なお、 1969年10月1日から1975年3月30日までは、大阪の MBS テレビと1973年3月31日までは、中京テレビとも提携関係にあった。また、関西地区ではその後もテレビ大阪が開局する1982年3月まで、在阪順期各局が、万半購入の形で、 東京12チャンネルの番組をネットしていたこともある。東京12チャンネル時代は他局が午前6時台から放送開始している中番組ソフトが不足していたこともあり開局当初から1974年頃までは午前10時前からと比較的遅い時間での放送開始となっていた。そのため 一部の新聞のテレビ欄では午前中の部分を広告欄に差し替えていた。1981年10月1日、1982年のテレビ大阪開局を控え、称号を株式会社東京12チャンネルから株式会社テレビ東京へと変更。1983年にテレビ大阪とテレビ愛知による メガトンネットワークを形成して、1985年にはテレビ瀬戸内が開局した。その後、1989年にテレビ北海道が開局することが決定していたため、北海道の H や札幌の S では合わないために、名称をテレビ東京のコールサイン、j テ t x t v から取って TXN ネットワークに改めた。そして、 1991年に DVQ 九州放送が開局することにより、現在では全国6局の系列局とネットワークを形成している。6局で日本のソース体数の約7割をカバーしている。また、独立局をはじめとする系列外の放送局への番販も行われている。それまで、 テレビ東京系以外の番組を購入し、自主編成枠で放送していたこれらの放送局が、いわゆる平成新局が、相次いで開局したことで新たに、テレビ東京系の番組を購入するケースが、相次ぎ、取引が拡大する傾向にあったが、最近では、ケーブルテレビ事業者の TXNK 区域外再放送の増加や、BS ジャパンの開局により、万反取引が、 減少傾向である。また、テレビ、東京以上に財源に苦慮している地方局の一部では、テレビ東京から番組を購入せず、時系列キー局のバラエティ番組の再放送で枠を埋めるケースが出てきている。このため、万反取引を少しでも増やそうとテレビ愛知が再放送同意した、岐阜県、三重県及び TVQ 九州放送が、 再放送同意した佐賀県を除いた TXN 系列の放送対象地域外の31府県の CATV 事業者に対して区域外再放送に同意しない事例も出てきている。しかし、日本シリーズなどの生放送番組は番組購入している系列外で生放送をネットできず放送されなかったりあるいは録画放送となるが日本シリーズの場合は NHKBS1 でも同時中継されており、地上波で生中継を視聴できない地域にも配慮されている。また、CATV 事業者が直接 TX への系列の番組を購入し、自主放送チャンネルで番組を流している場合もあるが、こういったケースは極めて稀である。1991年4月に TVQ 九州放送が開局して以降、 テレビ東京の業績が低迷したために、既存局による一局二波も含めて、系列放送局の新規開局を行っていない。これは、あえて自前で、系列新局を開局させるよりも、既存の地方局への晩飯で収入を得た方が、適当との判断による。衛星放送局の BS テレ東や ATX、日経 CNBC といった関連局が開局したことにより、 全国展開は完了したとの判断が一時なされた。ただし、その際、プロ野球や J リーグ取材のために、宮城、静岡、広島の各県に常駐取材拠点を置きたいという希望を表明していた。2004年8月5日、東京証券取引所市場第一部に、在京キー局のテレビ局としては、最後の株式上場を果たした。初音は、 公開価格2900円を上回る3350円だった。平均視聴率は2010年以降全日で2%台、ゴールデンタイムプライムタイムで5から6%台を推移しており、他の在京期4局に比べて全体の視聴率が振るわないため、視聴率の低いた局に対し振り向けばテレビ東京と言われることもある。ただ、特定層に向けた、 番組編成はスポンサーにとって広告波及効果が高いと評価され、1990年代後半からは他局も追随するようになった。2000年代以降、手薄だったバラエティ番組を強化。他の在京期4局が行わない実験的、挑戦的な企画の番組が好評を博し、2009年度には平均視聴率で TBS テレビを上回る日も現れた。 2013年の年間平均視聴率はゴールデンタイムで7.0%プライムタイムで6.6%と上昇傾向にあり直近の番組改変が功を奏する結果を見せているそして2014年12月29日から2015年1月4日の週間平均視聴率でゴールデンプライムに部門で富士テレビを上回りさらに2015年1月4日には 全日も含めた3部門すべてで、富士テレビを上回ったこともあった。2010年代以降は、年4回の改編期における、番組の改変率が高く、大幅に変更される傾向にある。2010年6月25日の株主総会で、同年10月1日付で複数の放送局を、参加に置く認定放送持ち株会社、テレビ。 東京ホールディングスに移行すると決定された。2010年10月1日には、放送持ち株会社としては、フジメディアホールディングスや TBS ホールディングスに次いで、史上3番目となるテレビ、東京ホールディングスが設立され、テレビ東京は、同社の完全子会社となった。2018年11月30日、テレビ東京および、e、BS、 テレ東のウェブサイトが大幅リニューアル。BS、テレ東のウェブサイトを、テレビ東京のそれに統合したことで、キー局と、系列 BS 局のウェブサイトが初めて同一となった。旧日経電波開館1985年から2016年の、本社や現在、社屋のロゴは取り外されており、正門のオブジェや時計台もすべて撤去されている。 テレビ東京では以下の7冊を発行している。郵政省の政策により、日本でも BS デジタル放送が開始されることに伴い、2000年12月に BS ジャパンを開局。他系列と比べて貧弱な TXN ネットワークを拡大すべく、テレビ東京で放送している番組の最ル放送を目玉として、念願の全国放送を開始した。 しかし開局前から日本音楽事業者協会などからサイマル放送について猛抗議を受け、この影響で開局直後から地上波とのサイマル放送を順次縮小。また、日本音楽事業者協会との合意に基づき、一部の番組は1日1年遅れの時差放送にせざるを得なくなった。これにより担当者の懲戒処分が行われ、 社長の市木豊も退任。テレビ東京の全国化の夢が立たれたという苦い経験があった。2007年5月31日、市木の公認である社長の菅谷貞彦が定例会見において以下の構想を発表した。なお、これらは社長の例示であり、テレビ東京の正式な事業計画として公認されたものではない。 宮城への系列新局開局静岡、広島両県への系列新局開局、もしくは、近隣系列局の放送エリア拡大テレビ大阪の放送エリアを、京都府、兵庫県に拡大本格的な地デジ時代を睨んだ。戦略でもあったが、その後の具体的な進展はない。社会的な大事件が起きても、テレビ東京を含む TXN 系列各局は、 緊急放送や選挙速報を放送しないか放送しても他局より開始が遅れたり短時間であることが多々ある。これは他局と比べて人員、取材拠点やニュース素材の相互提供、制作協力をするネット局が少ないためだとされる。2000年代中期まで大型選挙特番の場合、ほとんどのつぼねが20時前から始めるのに対し、 テレビ東京は21時30分頃から始めるケースが多く、切り上げも他局と比べ早いのが特徴的だった。ただし2009年以降は20時前から開始するようになった。他局が報道特番を組む中で唯一通常番組を放送していた影響で高視聴率を記録したケースもある。これは俗にテレ東伝説と称される。 これに対しテレビ東京では、報道特番を放送する基準について、重要性、視聴者からのニーズなどを、総合的に判断して、緊急放送に切り替えているとの見解を示している。このことは、どんな大事件があっても有告のアニメを、いつも通り放送するという都市伝説になっており、同局広報、IR 部は、そういうふうに見られることは承知していますと、回答している。 ついには、同局のアニメ、ケロロ軍曹でもネタにされ、登場キャラクターが、テレビ東京が特番を放送するのは、地球滅亡の時という意味の発言を行う場面があった。また、2018年11月15日に放送された、ビートたけしの特別番組、いきなり、たけしですでは、湾岸戦争が始まった時各局が速報で伝えている中、テレビ東京だけは、 ムーミンを放送し、高視聴率を記録しましたと特製の表彰状を読み上げ、当時の社長であったお孫しげるに手渡している。映画、アイアムアヒーローにおいても、主人公達が、テレビ東京らしきチャンネルで、ここがアニメを流しているなら、まだ大丈夫と、アニメ番組を見るがすぐに、全国規模のパンデミックの緊急放送になる、という場面がある。しかし、 この編成には視聴者から批判の声が寄せられることもある。一例として、2011年3月11日の東北地方太平洋沖地震発生の際には、他局より遅れたものの地震発生から8分後の14時54分には、スタジオからの緊急放送、CM 全面カットの特別編成体制へ移行したが、通常番組に戻るタイミングが早かったため、 約600件の抗議があったという。抗議の内容としては、アニメ番組を流すのは、不適切だというものなどで、当時の社長であった、島田正幸が、同年3月31日の定例会見で、多くが、お叱りでした。貴重な意見として活かしたいと思いますと説明した。一方で2010年代に入ってからは、池上明をメインに起用したり、放送時間を拡大するなど、 選挙特番に力を入れるようになった。そして、選挙特番で高視聴率を獲得するようにもなっている。また、経済に関する重大ニュースについては、前者とは逆に NHK を含む他局が報じない、中で唯一報道特番を組んだ上で報じる場合がある。テレビ東京としては、ニュース専門放送局を直接保有していないことから、 それをカバーするために2019年4月、YouTube の公式チャンネルとして、テレ東ニュースを開設。各報道番組にて放送したニュースや番組の合間に発生した緊急ニュースなどを再構成した上で配信している。2021年4月12日に同社が運営していた、経済番組の定額制動画配信サービスである、テレビ。 東京ビジネスオンデマンドと統合し、テレ東ビズにリニューアルした。特別番組に切り替えず、通常番組を放送した、事例慢性的な赤字により1966年には1日の放送時間が5時間半にまで縮小されていたが、経営再建のために番組を増やす必要に迫られた。そこで放送枠を埋めるため、制作費が安いスポーツ中継に着目。 1967年春から、女子プロレスローラーゲームサッカー、競馬、ボクシングテニスマラソンやフ、FIFA フワールドカップ、西ドイツ大会、プロ野球ドラフト会議、箱根駅伝、ジュニアオールスターゲームなどのスポーツ中継が行われるようになった。この中には日本におけるブームの火付け役になったり、長寿番組になったものもあった。 プロ野球中継東京12チャンネル時代から東京オリオンズの主催ゲームを中心に率先的に放送していた。1990年代後半には日本ハムファイターズの東京ドームでのホームゲームも主として週末に放送し関連番組も放送していた。1967年に全日放送が再開された当初は自社制作の中継とは別に 富士テレビとの提携によって、サンケ k アトムズの明治神宮野球場、東京スタジアムでの主催ゲームを実況中継し、同局から派遣されたアナウンサーや解説者を出演させていたこともあった。その後、独立放送局が東名阪の三大都市近郊に続々、開局していくと、富士テレビとの提携が解消される代わりに、サンテレビのサンテレビボックス席、 KBS 京都の KBS 京都エキサイトナイター、三重テレビの三重テレビナイターを同時ネットワークして、読売ジャイアンツ以外の関東の球団が絡んだ試合も放送するようになるほか、前述各局の協力で自社乗り込み中継を行うこともあった。また、関東圏で開催の試合を前述各局にネットすることもあった。 1979年の西武ライオンズ誕生時は主催ゲームを何試合か中継していたが2006年9月18日に22年ぶりに西武主催ゲームを放送した一方ライオンズの本拠地移転後平和大野球株式会社が肝心元となり同社と各球団との共催で様々な球団の主催試合が開催されるようになった平和大野球場での 公式戦についても、テレビ西日本の制作協力で、自社制作中継をすることがあった。ロッテオリオンズが1970年の日本シリーズに出場したが、東京12チャンネルは第3戦と第4戦の放送権を獲得している。これは、もともとプロレス放送を企画し、すでに日本テレビが抑えていた国内の試合ではなく、海外の試合を放送すべく、 当時同局の運動部長だった白石強たちがアメリカまで試合フィルムの買い付けに行っていたところ、たまたま現地でサッカーワールドカップの試合が放送されており、それを見た白石らがたちまちサッカーに見せられ、急遽直接メキシコのテレビ局に掛け合い、すでにオファーを出していた NHK や日本テレビを差し置いて放送権を獲得した。 この試合フィルムを手土産にロッテオーナーの長田正一と面談し日本シリーズの放送権を要求した。長田側はサッカーには興味がないがせっかく直接来たのだから本来毎日新聞との関係で全て TBS テレビへ渡すつもりだった放送権のうち第3.4戦を活用することを確約した。これにより第3戦は東京12チャンネルを キー局として全国ネットで放送された。放送権獲得にあたっては全国20局以上で放送することをコミッショナーから求められていたが32局で放送することによって中継が実現した。なお、海外のプロレス試合のフィルムはプロレスアワー枠で放送され、またサッカーワールドカップの試合も三菱ダイヤモンドサッカー枠で1年間かけて 放送されて、結果として、一挙両得を得たこととなった。この他、東京12チャンネル時代に放送された、日本シリーズの中継には1974年の、ロッテ VS 中日第5戦がある。2003年に、プロ野球日本シリーズ、福岡大英ホークス VS、阪神タイガースの、第7戦の放映権を系列局の TVQ、九州放送が獲得した。 これは、当初2003年度ホークス中継サイトのテレビ、西日本が有力視されたものの、キー局のフジテレビで当時放送された、ワンナイ R&R で、大貞春を放送中侮辱した、いわゆるオーシュレット事件を起こし関係者の品縮を買ったことで、フジテレビを推薦しなかったことが、最大の理由であるが、同局が、南海ホークスの副回転依頼同チームの、 試合中継回数が最も多いつぼねだったことに加え、BS アナログ放送の普及が進んでおり、系列局のない地域は NHKBS1 と NHK ハイビジョンでカバーできるという日本野球機構の判断によるものである。この年のシリーズは第7戦にまで突入したため、これにより、テレビ東京では29年ぶりとなる日本シリーズ中継が実現した。また、 近畿地方では、テレビ大阪の他に本来テレビ東京の番組をネットしていない、サンテレビと KBS 京都でも同時中継が行われた。翌2004年には、日本シリーズ進出をかけた、パリーグプレイオフ第2ステージ最終戦の放映権を、再度 TVQ が獲得し、実際に放送されたため、同様の苦情が出た。2005年の同じく、 プレイオフソフトバンク VS ロッテの試合に関しては、それまでの第3戦まで地上派での全国放送がなかったため、BS や CS を視聴できないファンから首都圏での地上派中継が行われることを歓迎する意見が多かった。しかしその反面、地元 TVQ 九州放送の制作ではなく、テレビ東京での制作だった。 なお、TXN で放送された第4.5戦は、BS デジタル放送局の BS ジャパンでも、同時放送されており、事実上、第4.5戦は、全国中継ができたが、パリーグで、ロッテが優勝したことに伴い日本シリーズのロッテ、主催ゲームのうち、第2.7戦の中継をすることが確定した。TXN で、日本シリーズが2戦以上放送されるのは、 史上初めてだったが、ロッテが4連勝を飾って、日本一を決めたため、第5戦以後の開催が消滅され、中継も第2戦の1試合のみに止まった。なお、セリーグは、阪神が優勝しているため、2003年と同様に、通常は、テレビ東京の番組を同時ネットをしなかったり、時差ネットの番組が多い兵庫、京都、三重の独立局でも同時制中継した。 また2010年までの日本シリーズ中継は共に BS ジャパンはデジタル BS の普及が十分でないことなどを理由に中継は行わず共に NHKBS1 と NHK ハイビジョンで生中継された。しかし完全デジタル化の2011年以降も BS では NHKBS1 での中継が継続される。 2003年第7試合2005年2007年はテレビ東京が中継したがいずれも同時間帯民放視聴率トップとなっている2009年も第7戦の中継権を獲得していたが第6戦で巨人が日本一になったため中継は見送られたまた2010年には系列局であるテレビ愛知が名古屋ドームでの 第一戦の中継権を獲得したが、この日は、ローカルセールス枠であるため、テレビ大阪では放送されたが、テレビ東京を含めたの系列4局では、放送されなかった。これにより、史上初となる、日本シリーズが地上派での全国放送がされない、試合となった。2011年は、11月13日の第2011月17日の、 第5戦を全国ネットで中継した。2021年は11月21日の第2戦を全国ネットで中継した。なお、全国中継ではテレビ朝日と同様に、阪神戦以外はテレビ東京主導制作で系列局が制作協力となり、実況はテレビ東京のアナウンサーが行っている。これらよりも前、 1999年の大英隊中日の第7試合を一度 TXN 九州が放映権を取得しながらもコミッショナー裁定により返上させられた事例もある。これは地上波の系列局が少ないことや系列局のサービスエリア内であってもテレビ、北海道などの例のように一部で直接受信ができない地域があること。 さらに BS の民放キ系放送局が当時なかったことによるもので、この試合が行われた場合は、九州朝日放送に放送権を移譲したが、第5戦で、大英が優勝したため実施されなかった。日本シリーズと並ぶ日本プロフェッショナル野球組織、管轄試合である、オールスターは、過去に一度だけ、1971年、第2戦のみが放映されたのみだった。 これは本来開催される日は CBC テレビからの JNN 全国ネットが予定されていたが、雨天中止となり、その予備日に CBC が編成の都合で中継できなかったため、放映予定がなかった東京12チャンネルでの中継となった。しかし当時の東京12チャンネルはフルネット局がない独立局。日経の資本がある。 愛知県の中京テレビ放送は当時ネットテレビを軸として日本テレビ放送網と3系列クロスネットの編成だったが当時の編成事情や中日新聞社の資本がないことから中京テレビでは放映されず東京12チャンネルと同じ県域独立局であり東京12チャンネルからの番組を多数ネットしていた三重テレビ放送岐阜放送が技術協力 同時ネットする形で放送を行った。しかし当初の日程発表がなされた段階から、あらかじめオールスターを放送する日程は、2019年まで一度も、組まれていない。一方、二軍の大会フレッシュオールスターゲームは1978年から1998年に、放映されたことがある。2005年から、プロ野球に交流試合が導入されたことに伴い、 巨人戦のプロ野球公式戦中継を1976年8月29日に放送した VS ヤクルト戦以来29年ぶりに放送した。放送された巨人戦中継はいずれもパリーグとの交流試合である。なお、以前にも鹿児島県立鴨池野球場と千葉マリンスタジアムで行われた VS ロッテ戦をはじめとして、 巨人戦のオープン戦中継を実施した事例が多数ある。さらに2006年シーズンからは巨人主催試合の実況中継にも参入し2007年には神宮球場でのヤクルト戦も放送した。2010年代後半以降はゴールデンタイムのレギュラー番組及び世界卓球といった他競技の中継を優先する編成方針から 地上波公式戦の中継は2017年を最後に途絶えている。サッカー中継かつて日本で初めてワールドカップを放送し J リーグがブームになる以前から実業団サッカーの中継を多く行うスポーツニュースでプロ野球メジャーリーグより J リーグを優先させるなどサッカーに注力するテレビ局としても知られる。また 人気声優をワールドカップのキャスターやイメージキャラクターとして若干名を出演させるなど他局とは一線を画すイメージとなってきている。サッカーとの縁は三菱グループ提供の三菱ダイヤモンドサッカーの放送開始が講師である。まだマイナースポーツだったサッカーの魅力を紹介したこの番組の企画はスポンサーサイドの三菱グループの篠島秀夫が 提案したものだったと言われる。この提案を受けて、三菱商事の諸橋進六が試合のフィルムを買い付け、放送に利用した。なお、当時の東京12チャンネルは財界を中心とした、再建途上にあり、番組の企画などは財界幹部などの意見がまかり通っていた。同じような経緯でスタートした番組に、大江戸捜査網や、 演歌の花道などがある。1970年、プロ野球日本シリーズ中継の孔で戦術した通り、成り行きではあるが、ワールドカップの試合フィルムと、その放映権を獲得した。1974年7月には、ワールドカップ決勝戦の生放送を、深夜枠ながら生中継した。いずれも、日本初である。なお、この決勝戦の裏で NHK と、 民放各局は、参議院選挙の開票速報を放送していた。1993年10月28日には、ドーハの悲劇と呼ばれる、ワールドカップアジア最終予選、日本 VS イラク戦を放送し、当局史上最高視聴率となる48.1%の視聴率を獲得した。2003年8月5日には、 FC 東京とスペインの強豪レアルマドリード戦を放送した。しかし、上途後にデビッド・ベッカムがレアルマドリードへ移籍したため一躍注目のカードとなり16.9%の高視聴率を獲得した。また、この試合は当初テレビ大阪と関西圏の一部の独立テレビ局に限っては同じ時間に隣接地の神宮球場で行われる。 予定のヤクルト・阪神戦の中継が予定されていたためサッカーは深夜に録画放送の予定だったが野球中継が雨天中止のため関西圏でも結果的には同時放送となり録画中継を予定していた深夜放送を早々と切り上げた2006年9月3日のアジアカップ最終予選のサウジアラビア戦では中継がなかなか決まらない土壇場で放送圏を 獲得した。2008年7月31日には、株主となっている FC 東京と、プレシーズンマッチ FC 東京 VS クラブオリンピアを、共同主催し、同日深夜に録画中継を放映した。サッカーマニア向け番組には、前述の、三菱ダイヤモンドサッカー以外にも、1998年4月から1999年3月に、放送された、ナンバー12。 熱血サッカー宣言があった。2011年4月からは日本サッカーが世界で通用するためにをテーマとしたトークを展開するフットブレーンを放送している。格闘技中継かつてはプロレス番組にも力を入れていた。1960年代にスポーツ中継強化の一環として海外のプロレス大会のフィルムを放送したプロレスアワーや 日本初の女子プロレスの定期中継番組となった女子プロレス中継世界選手権シリーズを開始1970年代からは国際プロレスの定期中継として国際プロレスアワー1980年代にはやはり海外のプロレスを紹介する世界のプロレスを放送していた世界のプロレスはロードオリアーズやリンゴオリアーを日本に 初めて紹介したことで知られ、その一方では、第一次 UWF のテレビ中継を番組の枠内で行ったことでも知られる。1990年代には、天竜源一郎が全日本プロレス対談後の1991年に設立し、天竜を旗頭とした団体、SWS の旗上げ戦を特番で中継し、同団体の後期には月1回のシニア枠で、 定期中継を行った。WWE のダイジェスト番組、WWF ライブワイヤー WWE アフターバーンや全日本プロレスの中継番組、プロレスラブ01の中継番組、破壊用プロレス01、パンクラスの中継番組、格闘 X パンクラスなども放送していた。また、プロボクシング中継では、かつては、モハメドアリア、 マイク・タイソンらのビッグマッチをはじめ、世紀の死闘と言われた、金沢和義の世界王者、ルーベン・オリバレスへの挑戦、大熊昌司の世界王座奪還、渡辺二郎の海外防衛戦、竹原真嗣のミドル級王座挑戦など、日本人の世界タイトルマッチも数多く中継してきた。海外の試合は、ワウワウや、J スポーツに移ったが、現在も、日本タイトル戦や、 中小事務所属ボクサーの世界戦を中継しているほか、定件、競泳量プロモーションと提携することもある。ボクシング判定をめぐり議論が激しくなる中、2006年9月18日に行われた、川島勝茂 VS クリスチャンミハレス戦では、ガッツイ始末による独自採点が公表となり、JBC の採点公開に影響を与えた。また、 翌2007年に行われたボクシンググランプリ2007をはじめ1月はビッグマッチの中継を行っている2011年より大晦日に世界戦を中継しており2012年はトリプル世界戦を放送した近年はテレビ朝日が手放した渡辺主催工業が中心となっていたが2017年に渡辺主催工業の放映権が TBS に移ったため、この年を最後に、ボクシング中継は行われていない。1970年代のキックボクシングブームの頃には、TBS テレビ、日本テレビネットテレビとともに中継も行っていた。女子キックも1970年代から80年代にかけて、ピンクショック、激突、女子格闘技大戦争のタイトルで中継した。 21世紀に入ってからも女子格闘技専門番組肉力強女を放送した2005年にはアメリカの総合格闘技 UFC を地上派で唯一中継しており2010年には初のプライムタイム中継を行ったまた2006年からは日本唯一の金網格闘技ケージフォースの中継を開始している2006年から 新しいスタイルのプロレス、ハッスルの放映権を獲得し、不定期で特番を放送していた。なお、2007年10月から2008年3月には、定期番組、ドハッスル、も、関東ローカルで放送された。また、2007年の大晦日にも放送し、テレビ東京で、初の紅白裏番組での格闘技中継となった。2008年より、旗揚げされた。 総合格闘技工業、選挙区の地上波中継権を獲得した。9月27日に特別番組を放送し、翌10月5日から、深夜枠でのレギュラー番組、最強格闘技、選挙区 G、格闘技ドキュメント SRC 魂、格闘技伝説来電を行っている。2009年3月29日には、ドラゴンゲート3.22両国大会が、 放送された。2015年10月より、K1 にとって、久方ぶりの地上派となる、新 K1 伝説が開始。その他のスポーツ中継伝統的に、テレビ東京が得手とする三大スポーツは、モータースポーツ、ゴルフ、サッカーである。ゴルフ番組は、試合中継のほか、20年以上にわたって、土曜昼枠が続いている。 長年、伝統の共鳴戦、オールソー経名三大学対抗戦、社会人ラグビー、日本代表のテストマッチなどを、録画中継を中心に放送していた。特に1990年度全国社会人、ラグビーフットボール大会決勝戦を生中継した。2003年秋には、ラグビーワールドカップを、日本戦を中心に録画中継した。 世界卓球選手権を2005年から中継している。2006年は30分の延長オプションが設定され、延長になった場合、中継終了以降の番組は開始時刻を繰り下げた。卓球経験者でもある、福沢明が、2016年4月に、開運。何でも官邸団の司会になったこともあり、中継進行役を務めている。四大大会の一つである、 全仏オープンを放送している。予算の関係から2009年以降放送を見送って、いたが西湖りの活躍もあり2014年から放送を再開。西寄り線を中心に生中継を行っている。東京12チャンネル時代の1970年4月から土曜日の関東地区の中央競馬中継を行っている。また、競輪や 協定の主要レースも中継している。ただし、関西地区では、KBS 京都とサンテレビが、土曜日の競馬中継を、独占放送している。関係上、中央競馬中継は、テレビ大阪では放送されていない。同番組については2曲が、KBS 制作版と織り混ぜて放送している。RC カーブーム、ミニオンクブームの火付け役となった、タミヤ RC。 カーグランプリや、ロードレース世界選手権中継、モーターランドなどを放送し、二十一世紀以降は、激走。GT、スーパー GT、アクセルをはじめ、世界ラリー選手権や、ダカールラリー、鈴鹿八体などのダイジェスト番組などを放送している。九百七十二年から九百七十五年三月には、ローラーゲーム東京ボンバーズ VS アメリカのチームの、試合が、 日米対抗ローラーゲームにて毎週放送され局内で表彰されるほど高視聴率をとっていた。NBA の中継権を地上波民放で唯一保持していることから2004年に田臥雄太が出場した開幕戦を録画中継したこともある。他に JBL キリンチャンピオンシップを中継していた。 東京12チャンネル時代の1975年4月から、平日夜10時50分から2年間ミニ番組として放送していた。予選を勝ち抜いた出場者が、10人抜くとグアム島、20人抜くとハワイ、30人抜くとヨークチパ、50人抜くとヨークチパに、ペアで、以下10人抜くごとに同伴者が1人増えるという、検証がついた。 1976年には勝ち抜き腕相撲で勝ったチャンピオンと在日外国人の腕自慢を集めて国際腕相撲選手権大会名打って8月28日午後7時30分から翌日午前1時30分にわたって特別番組を放送した。開局当初はお色気路線を敷きハレンチ学園やプレイガールといった作品が人気を博した。 時代劇では戦術した経緯から、当時のテレビ東京としては、豪華なキャスティングとなった、大江戸総査網が14年にわたって放送され、リメイク版も制作されている。1981年からは、毎年正月に、新春ワイド時代劇を放送。当初は、チャンネル番号にちなむ12時間の長時間放送となり、当時としては、異例の編成となった。 モテキのヒットを契機に深夜ドラマ枠が増え始め、2021年4月期にはドラマ枠が週9本に拡大しており、民放キー局では最多となっている。2021年現在、2時間ドラマの提示、放送枠を設けている唯一のキー局となっている。アニメによく見られる制作委員会方式をとり、パッケージビジネスの他配信サービスへの販売。 イベント収入などで利益を上げている。断続的ではあるものの特撮作品も積極的に制作しており、2011年以降はウルトラシリーズの制作を TBS 系列から引き継いだ。また、解決ズバット、スパイダーマン、超高戦士シャンゼリオンなど従来と一線を画す作風でカルト的人気を博した作品も多い。2017年からは、 女性ヒロインによるガールズ選手シリーズを制作している。遠隔の項にも記した通り、実験的、挑戦的な番組を多数送り出しており、短期間で打ち切りになった番組も多い一方、南信介のデコボコ、大学校、対決、スーパーカークイズ、緊急 SOS、池の水全部抜く、大作戦など、人気番組も生み出している。人気番組については、 他局で、類似企画が放送されるなど影響を与えているが、最終的には、テレビ東京の番組が生き残る例も少なくはない。気候、旅行番組を得意としており、土曜スペシャル、いい旅、夢気分のみならず、ローカル路線バス乗り継ぎの旅シリーズや、出川鉄郎の充電させてもらえませんかなどの番組も生み出している。制作委員会への参加作品も含む、 2011年、2012年、2013年、2014年、2015年、2016年、2017年、2018年、2019年、2020年、2021年、出展2016年11月7日に、新本社からの放送を開始した。新規事業の拡大及び、マスター機器の更新を理由に、2012年に、同局としては、約30年ぶりとなる、 本社機能の移転を発表した。虎ノ門にある旧本社から西に約500メートルほど離れた港区六本木三丁目東地区第一種市街地再開発事業の一環として住友不動産が同地区内に建設した住友不動産六本木グランドタワー内に新スタジオマスター設備を構築した新本社に移転した。また、 本社周辺に分散している関連会社も含めたオフィス機能を集約し、業務の効率化を図る。当初は2015年秋の移転を予定していたが、着工の遅れにより2016年秋に順延された。移転に伴う費用は、総額180億円程度を見込んでいた。なお、虎ノ門にある旧本社には、一部の機能を残すことにしている。 この本社移転の背景には、2000年12月1日に、開局、稼働していた、BS ジャパンの主張性質、及び、2004年3月22日に、稼働のテレビ東京の主張性質がそれぞれ、更新時期になっていたが、神谷町社屋で、主張性質の設備を更新する場合、スペースの問題に加え、電源容量が問題となって難しいと判断した、ためと、 近年では、神谷町社屋のみならず、近くの3つのテナントビルで業務をしなければならず、非効率になっていたという。また、地上波、BS の放送設備を一体化した統合マスターを選択したことについても、同じく、スペースの問題に加え、主張性質の電源容量が問題となって、難しいと判断したため、地上波、BS 統合マスターとして構築した。 2016年8月より順次移転が行われ、同月15日に広報や営業の部署が29日には報道局、スポーツ局、創出マスター以外の機能を部署が新本社に移転した。また、グループ会社のテレビ、東京ホールディングスと BS ジャパンの本社も新本社に移転した。全面移転は2016年11月7日で、 旧本社からの最後の番組は11月7日0時30分から0時35分までの TXN ニュースだった。その後、放送休止の間に旧本社から新本社へのマスターの切り替え作業を行った。同日5時45分からすべての本社機能を神谷町から六本木に移し、同日の猛さ定より新本社からの放送を開始した。 11月7日より分散していた制作拠点が集約されたが関連会社はテレビ東京ホールディングスと BS テレビ東京以外新本社に入居していない新本社は神谷超級本社と同じでタキ局のような見学スペースは用意されていないが物販コーナーはタリーズコーヒーとのコラボで12月17日にオープンしたテレビ東京は 六本木グランドタワーの1階から3階のスタジオフロア、10階から14階のオフィスフロアにテナントとして入居している。新本社の入り口は2カ所あり、4階の一般入り口の他に3階の地下駐車場内にタレント、番組出演者向け専用の入り口があり、同じ3階にはタレントクロークや楽屋がある。 この専用入り口は地下にある1スタ、2スタ向けに作られた専用の入り口となっている。新本社には現在と同じ第1スタジオから第4スタジオが設置されている。特に第2スタジオはソニー製の 4K 対応の放送機材が採用され、4K 撮影に対応したスタジオになっている。また、旧トラノモン社屋の場合は、 9第3スタジオと9第4スタジオがニュース番組専用スタジオとして別々に運用されていたがこの新社屋は第3スタジオがニュース番組専用に集約され第4スタジオがスポーツニュース生放送の情報番組バラエティ番組専用のスタジオとして構築された第1.2スタジオは地下に設置されているが第3第4スタジオは 一般のオフィスフロアに設置しているため天井が低く、第3スタジオで放送する、定時ニュース番組ではバーチャルに対応することで、天井を高く見せる演出をしている。また、すべてのスタジオで LED 照明が導入されている。この他、予算の都合から社屋内の会議室に背景などをセットすることにより、即席のスタジオとすることもある。 言うは、何しに、日本へ嘘のような本当の瞬間。30秒後に絶対見られる TV など。2017年5月上旬に、テレビ、東京旧本社の1スタと2スタのリニューアル工事が終わり、5月8日より再びスタジオの運用が始まった。これに伴い、七色日より、や、四時五時デーズなど一部の生放送番組が、 六本木から神谷町での放送となった。1985年12月12日より運用を開始し、2016年11月6日までテレビ東京の本社として運用されていた。その後、オフィスフロア、3スタ、4スタ、7スタを撤去し、社屋のテレビ東京のロゴや入り口付近にあった時計やオブジェなども撤去。また、 大型スタジオの1スタ、2スタの改修工事を行い、2017年5月8日からは、スタジオフロアを、テレビ、東京神谷町スタジオとして使用。オフィスフロアには2017年8月、日経 BP 社の本社が移転、入居した。また、オフィスフロアには、テレビ東京の関連会社が入居している。芝公園本社虎の門本社スタジオ数や、面積や、 運用形態は以前の芝公園の初代社屋を大方踏襲したものとなっており、基本的に第1.2スタジオが汎用スタジオとして使われ、第1スタジオはパッケージ番組が中心、第2スタジオは平日の帯番組や小規模収録番組が中心の運用となっていた。また報道局に隣接する格好の第3.4スタジオは 報道番組及びスポーツニュースが中心の運用となっている。第3スタジオは情報系番組の生放送や収録が行われていたこともあった。当初は第4スタジオの稼働率が低いことを想定し、第3副調整室で第3スタジオと第4スタジオを駆動させていた。第4スタジオは運用開始当初報道局側に壁のないオープンスタイルだったが、 後に完全密閉型のスタジオへ改装。しかし第4スタジオを完全密閉型に改装した際、第4スタジオの稼働率を上げる目的から、新たに第4副調整室を整備して分離した。その後、VTR 編集設備を増強するに伴い、スペースを確保する必要性から4サブを廃止、撤収して VTR 編集室に改装。 再び3サブで3スタと4スタを駆動する形に移行した。なお3サブ内には CG 制作室が併設されている。2008年秋改編で、定時ニュース以外の4スタ収録の番組が3スタへ集約されたが、スタジオセットはそのまま残され、2009年春から再び使用している。2000年、他の大京民放キー局に先駆けて、 トラノモン本社の全スタジオ設備をハイビジョン収録に対応した。系列 BS 局である BS ジャパンがハイビジョンによる地上波最丸放送を計画していたためで下記の天老図スタジオも同様の理由で整備した。地上デジタル放送開始6ヶ月前の2003年6月の時点でもテレビ東京で放送する全番組の3割がハイビジョンで制作されている。 いずれのスタジオもハイビジョン収録対応だが、SD 収録も可能。なお、ニュース番組のテロップ表示はごく一部を除き、長らく SD 仕様をアップコンバートしたものが使われていたが、2011年9月下旬頃からすべて HD 仕様に変更された。2010年10月、本社1階の休憩茶スペースであった場所に、オープンスペース7スタが完成。 もともと外が見える喫茶スペースであった点を活かし、壁が全面ガラス張りで、建物外からスペース内の様子が見える。放送スタジオというよりは、放送もできる多目的スペースという扱い。テレビ東京が現本社に移転してから、初の建物外部から内部の様子が見えるオープンスタジオだったが、 本社移転に伴い2016年11月6日で運用を終了し、わずか6年で7スタの使用を終了した。旧本社1階の受付ロビーには3つのモニターがあり、左から地上波の放送画面、ズーム、アップと書かれたプロモーションと見られる画面、BS ジャパンの放送画面が映し出されていた。滝居局のような見学スペースや物販コーナーは用意されていなかった。 2016年11月7日に、すべての部署が新本社に移転した。1スタと2スタは引き続き神谷町スタジオとして使用される。また日経 BP 社の本社が移転する計画があり、2017年8月に移転した。2017年現在、社屋に取り付けられていたテレビ東京のロゴマークはすべて取り外されており、正面玄関右横の大型看板や、 正門のオブジェ、時計台などもすべて撤去されている。は、HD 対応テレビ、東京系列のリモコンキー ID 地図現在の送信書である、東京スカイツリー2011年7月24日、廃局。呼び出し符号、ジ j テ t x t v 呼び出し名称、テレビ、東京区域外再放送は、 激変換は措置として、アナログ放送終了から3年間実施するものとしていたが、系列局がないこともあり、継続実施に同意している。なお、新潟県、宮城県、福島県では、テレ東の電波が小規模中継局に抑圧されるという、技術的問題があるため、再放送はできない。太字の事業者は、パススルー方式、 中期載の地域でも一部で実施していない場合、記載されていない地域でも一部で実施している場合がある。有料動画配信サービスとしては、テレビ、東京ビジネスオンデマンド、アニテレがあるほか、各種配信サービスへの提供を行っている。また、親会社のテレビ、東京ホールディングスは、インターネットテレビパラビを運営している、プレミアムプラットフォームジャパンに出資している。 ドラマ、バラエティ番組の見逃し配信、ネットもテレ東は、ギャオ、ニコニコ動画へは2015年4月より、ティーバーへは、同年10月の開局当初より、番組供給を行っている。なお、テレビ、東京地上デジタル7チャンネルの CM は文言を一部、変更した上で系列局でも使用された。BGM は、レニー・クラビッツの、ラブレボリューション。 東京12チャンネルのロゴテレビ東京の旧ロゴ過去のテレビ東京のロゴマークは1981年10月1日から1998年9月30日まで使用していた。1998年10月以降の TB 東京のロゴマークは TB の V と東京の Y のリングで メディアと社会のインタラクティブの重要性を片切り、信頼性の高い情報とユニークな番組で未来を創造し、ジャーナリズムのあり方を提案する企業姿勢を表しており、テレビ東京のロゴマークも普通の書体に変更されている。過去はデジタルテレビ放送開始記念して、7CH デジタル7チャンネルのピラメキパンダが使われていた。現在は、 開局50周年記念を機に制定された77が使われている。一般総合局以降後は全員が筆頭株主である日本経済新聞社の専務取締役クラスの人物である。認定放送持ち株会社の株式会社テレビ東京ホールディングスと事業主会社が3社、関係会社が15社ある。日本科学技術振興財団テレビ事業本部に 関するカテゴリー、ありがとうございます。